お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュライドやってくんすけど、今日はね、8200、昨日かな、到達した動画多分上げたと思うんですけど、アカウントをチェンジいたしまして、こちら、エリゴレのね、まあ、動画を皆さんにね、見せたいと思います。で、こう皆さんやっぱタワーを序盤におられたりとか、最初にね、大ダメージ受けたら諦めちゃうんじゃないのかなという、僕はね、それね、もう諦めない強さっていうのを、今回教えたいですね。なので、諦めてる人らいたら、もう僕はね、おこですね。おこ。という感じで、ちょっとマッチングは結構、でも意外とすんなり上がってますね。さあ、何を見ましょうかって感じなんですけども、まあ、まずね、8200到達したこの試合からね、見ていただきたいんですけども、このデッキというか、これ、相手はフェイスコントロールっていう、鬼枯渇ですね。こういう超枯渇デッキ。インフェルタワーが入ってる鬼枯渇デッキって言われるデッキをもう一生使い続けてる。まあ、世界一このデッキがね、上手い人でございます。で、マジで、これ見てもらえればわかるんですけど、これ取れねなかったんですよね。で、ポイズン使っちゃったんで、守れなかったんですよ、これも。守れず、って。まあ、でも頑張ってヒーラーで耐えるんですけど、もう守れないんですよね。で、ここでダメージ受けてしまうんですよ。これもう、萎えるじゃないですか。もう僕もう萎えましたね。まあでも、さすがにね、まだ諦めてはないですけど、まあ、エリゴレデッキだからこそ諦めてないものもね、すごいあるんですけども、本当にね、皆さんには諦めないでほしいですね。なんかね、マジであるんで、こう、最後の最後にね、大逆転っていうのが。でもここね、もう見てもらえればわかるんですけど、まあぶっちゃけ絶望ですよね。これだってどうせガゴムレでしょみたいな顔して、ああ、このガゴムレにポイズン使うのかってなるんですけど、ポイズン使ったところでガゴムレ若干足早いんで守れないんですよ。なんで僕は捨てましたね。で、捨てて、もう形組んでやろうという感じで、まあダメージ抑えつつ、まあこっからはね、僕のターンですね。で、エリゴレ使ってる人いるかわかんないんですけど、まあ、使う上での教訓と言いますか、まあ、エリゴレを使うにあたって当たり前だと思ってほしいんですけど、一個タワーがおられてからが勝負。はい。このね、言葉をね、ちょっと皆さんぜひ覚えといてね、もらえたらというか、胸に刻んどいてもらえればいいんですけど、エリゴレはタワー一本おられてからが勝負ですね。はい。今タワーおられたんですけど、エリゴレで形組むだけで、一本折って追いつきました。はい。なので、まあ、本当にタワー一本おられてから、ただただ形を組むと、なぜかね、ダメージが通るっていう感じですね。まあ、相手のデッキが小物がすごい多くて、まあ、インフェルノタワーっていうので、意外とこのデッキにも刺さんないっていうのがあるんですけど、まあ、こっからですね。はい。後ろエリゴレ。ヒーラー。で、多分ベビーもつけて、で、あのプリンセスに多分ポイズン打つのかな。どうだろう。打ちそうですね。持ってますね。はい。打って、で、まだつけるだけと。で、インフェルノタワーで早めに溶かそうとしてくるんですけども、まあ、感電含みね、このね、ミニエリゴレがね。さからの真ん中にチュン、チュンかな。で、あとはまあトルネカポイズンで、相手のプリンセスを処理して、勝ちなんですよね。なんか、本当に、ごめんね。なんか、え、ラットこんなんで8200いったのっていうのを思う方もね、多分少なからずいると思うんですけど、そうなんですよ。こんなんで8200いったんですよ。だって今のもう見たら、うわ、相手うめえなっていう試合なんですよ。ただただ。なんですけど、まあ、これがね、デッキパワーゲーですね。で、これちょっとね、昨日の動画を見てた人はわかると思うんですけど、昨日、もう一個のアカウントで、このヒロイズゴッドと、このターターっていう人を倒して、8200行ったんですよ。で、アカウント僕切り替えて、こっちでマルチするじゃないですか。そしたら、またヒロイズゴッドとターターを引いて、8200行ったんですよね。なんで、この二人から、もう約60と70ぐらいね、まあ、トロ差があったんで、60、70ぐらい、トロをね、美味しくいただきました。ごめんなさい。っていうところで、ちょっと一応ね、海外の人に謝っとかないと、怒られちゃうんでね。負けた時に煽られちゃうんでね。よろしくと言ったわけで、まあ、これはまたヒーラー神器ですね。で、本当にこのエリゴレは、やっぱ、
というかエリゴレデッキ自体がだと思うんですけど、ちょっと重たいんですよね。特に今回ババコア入りのなんで止まんないんですよ。というか相手のこう早い攻めについていけなくなっちゃうんですよね。はい。なんでこういうムードとかもこう毎回受けたりしてると有能受けがなかったりとか、ラムライダー止まんなくなったりとかするんで、そこはちょっとね大変ではあるかなと、まあ思うんですが、もうここはマジックアーチを処理しに行きますが、当たり前に延命されますね。やっぱ上手いですね、こういうところ。で、ここはエレキとマジアチに2枚いるとさすがにポイズンで美味しくいただきますね。なんで、やっぱ重いデッキだからこそやっぱ後半強いじゃないですか。ゴレとかもさっきもエリコレもね、後半、前半なんかボコボコにされるんですけど、後半になったら逆にボコボコにできるっていうのは、まあ、エリクサが重くて全然ユニット出せないから、前半相手の動きにね、ついていけないことが多いんですよね。だからこそ前半折られやすい。ですけど、後半になったら、まあ、古虫でキングまで折れちゃったっていうのが、まあ、よくあるあるかなと、まあ、思いますね。で、ここトルネで相手のエレキとかマジアチ来たら巻き込もうと思ってたんですけど、このムートの位置がめっちゃうまいですね。逆算に行く位置で出されて。で、このマジアチも厄介なんで多分吸いましたね。吸って、はい、早めに処理して、OK、OK って感じですね。まあ、マジアチとエレキですね、本当に。あの2枚を徹底的に処理っていうのを前半はまあ耐えるためにもって感じですね。もう前半僕多分1回もまだエリゴレ出してないと思うんですけど、エリゴレ前半に出しても形を作れないんですよね。中途半端な形になってなんか防衛されて後取られてて終わっちゃうんで。で、ここ多分ライドラ回しましたね。あのラームが止まんないのでライドラと回して、で相手これね、ここうまいんです。相手ラムライダーの投げるやつプラスファイヤーボールでライドラを処理しようとしてきたんですよ。で、処理されると僕は逆に防衛の要のライドラがいなくなっちゃうんで、急いでヒーラー出して回復で、ヒーラーだけだとワンチャンで処理されるんで、急いでエリゴレも出して、こう、ラムライダーの攻撃がエリゴレ、ヒーラー、ライドラの順に行くようにして、こう、ヒーラーの回復をうまく使って、このライドラをね、残しましたね。これはね、めちゃくちゃ良かったんじゃないかなと思いますね。で、今の先打ちポイズンも、てかムートに打つポイズンも、マジックアーチャー来るだろうの、マジックアーチャー来たらラッキーのね、位置に読みポイズンをしてますね。多分結構、ウィザードとかネクロとかがこう出る位置も限られてると思うんで、ポイズン打つときも、なんかね、なんかのユニットに打つんだけど、この位置になんか来たらラッキーだなっていうような、まあ、読みの位置のポイズンとかに打つと、そういう位置にユニットが来て、こう、まあ、美味しくいただけたりもするんじゃないかなと思いますね。止まんねえぜって感じですね。これもパーティーですね。いやー、エリゴレなんか楽しいですね。なんか気づいたら相手が苦しんで防衛してる。あー、相手困ってんなーっていうね、この、まあ、上から見下ろすっていうわけではないですけど、まあ、そんな感じのね、優越感にね、浸れますね。本当にクズ男で申し訳ないですけど。で、これ多分相手あれですね。さっき僕マイクアーカで勝った後に、でもちょっと経ってるんですよ。10分か20分くらい経って、こっちの中やってるんですけど、うお、またお前かって多分あっちはね、ふざけんなよってなってますね。で、ここのバポカですけど、ゴレの逆サイですね。大事なのが。逆サイに出すと、こんな感じで相手に防衛させられるんですよね。同サイだと、ゴレの後ろのユニットだけで普通に処理されちゃうので、そう、こんな感じでね、相手に防衛をさせられる。まあ、相手が今ダックプリを同サイドに来てたら、ババが結構刺さるっていう感じで、まあ、このゴレまず美味しくいただけたのはでかいですね。で、さっき前半に出さないとか言ったんですけど、まあ、ベビーとヒーラーがいればさすがに出したいじゃないですか。で、出したら、あ、ベビドラ先行しちゃったよっていう、もうこれちょっとやばかったですね。諦めてたんですけど、相手がミニペまで出してたんで、これ、ライトニングのコストないだろうぐらいの感覚でライドラも追加して、まあ、ちょっと相手のユニットをね、処理しようって感じなんですけど、ここちょっとね、タルババもいらないし、コスト使いすぎましたね。だからまあ、ここはね、でもヒーラーだけで受けれるやっていう、考えなんですけど、ここちょっとね、相手が上手いんですよね。なんか、こう普通にこっからゆっくりするんですけど、相手4コスでミニペ出してるんですよ。しかも、まあ、煽りスタンプ付き。これはね、完璧にもうね、僕のデータ把握してましたね。これ別にベビー出しても、正直、ダメージ入るし、エリゴレで耐えてもエリアド行くだけだし、エリゴレで逆サイ釣っても、守られてカウンター来るだけなんで、これは捨てましたね。あのミニペッカーね、さすがにうますぎでしたね。さすがに。というわけで、一回落ち着きのババ小屋からですね。で、
こっから本当に勝ったんですよね。まあこれがエリゴレの強みではあるんですけど、さあでここ相手が攻めてくるんですよね。ここガーイもしてもいいじゃないですか。なんですけど攻めてくるんですよ。なんで、まあ、僕は、ね、一応守りのライドラを出して戦ったんですけど、で相手がこれだけだったんですよ。攻めがゴレーダックプリアイスイズだけで、あと中途半端で守ってきたんですよね。で僕は飛来侵されないようにというか、まあ攻めでユニット出して、もうねあとは、まあ、あとはユニットいっぱい付け加えるだけですよね。相手も必死に防衛してるので、でライドラのチェーンをうまく使うようにかき集めて、でヒーラーですね、やっぱ大事なのは回復するんで、まああとはつけてって感じで付け加えていくと、このねヒーラーの回復によって僕のライドラが勝つんですよ。でヒーラー2体残った状況でエリゴレ追加してライドラも追加してトルネードでキュイーってやっちゃえば止まんないんすよねーっていう、本当にごめんなさい、なんかいやでも本当にこうなっちゃうんですよね。でこのこれは正直相手のプレイに助けられたっていうのがあって、まあ今から話すんで巻き戻してもらえればいいんですけど、これ正直僕が1本折られた時点で相手がガンイモですね、相手が一応ゴレとダックプリとかで攻めてきたんですけど、相手があれをゴレ出さずに全部防衛だけにコストを使ってたら多分僕は、守られてました。で多分負けてたんですよ。なんですけど相手が攻めたんですよね。で別に攻めるのはいいんですけど、相手はそこでライトラに対して、僕ライドラだけ防衛で出してたんですけど、ライトニング打たなかったんですよ。そう、攻めライドラんってか、あの防衛ライドラにライトニングだけでも打たれてたら、逆に僕はゴレダクプリアイスイズを守んないといけなくて、バボコヤのバーバリアンだけでは守れなかったんで、さすがにまあもう2枚ぐらい出すか逆に無視するとかだったんですよね。で1本折っても多分時間で 2-1 で負けてたとかだと思うんで、相手がこう攻めてきたのは攻めてきたものの中途半端な攻めだったんですよ。攻めライトニングとかも打たずにユニットちょっとだけの攻め、そして別になんか守るのは守るんですけど攻めでコスト使っちゃったんで、しかも攻めきれない攻めをやっちゃったんで、こう逆にね守れなかったっていう、だから一番良くないこうパターンだしたね。別にダメ出しとかをしてるわけじゃないんですけど、このね人に、はい、まあ、海外の人だと思うんですけど、こう攻めも中途半端で、そのせいで守りも中途半端になってしまって、最後僕はキングまで折れたっていうところで、まあ、このエリゴロを使う上でもですし、まあ、他の大型デッキを使う上でも大事なんですけど、攻めるならばもうもっと思い切って攻めた方がいいですね。で守るならば本当にもうガチで守ろうっていう構えをしないと、なんか一応攻めるけど守るかみたいなことをしちゃうと、守られて逆にこっちは守れなくてみたいなね、悲しいことになっちゃうんで気をつけてくださいってわけで、まあ今日はそんな感じですね。で今のも本当1本折られてから勝ったんですけど、本当に1本折られてから最強デッキですね。楽しいです、快感最高です。でよければね使ってもらえたらいいかなと思います。この辺のカードは下方が来ないと思いますね。次の情報修正出てて、ヒーラーの下方が出てないので、はい、これ全然まだこれから輝けると思いますね。皆さんで、エリゴレチンパやっていきましょう。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。